キスマイフット2の宮田敏也のニコ生冠番組キスマイ宮田のニコ生やったっていっつオールライト第4回が8月16日21時から配信ここではその模様をレポートする 当番組は、宮田が視聴者と一緒に、あの頃の気持ちに戻ってこれをやりたい、今気になっているあれについて知りたい、など宮田や視聴者の気になっていること、興味のあることを元に楽しみながら夢を叶えていく青春タイムリープ系番組。 ある、今回のゲスト一人目は、テレビアニメ、ブラッククローバー、アスタ役、テレビアニメ、永遠の消防隊、新楽坂部役などで知られる声優、歌手の梶原わと。二人目は、元キュート、キュート、のメンバーで、歌手、モデル、女優業など多岐にわたって活動の場を広げている鈴木愛理の同い年の二人が登場した。 4回目となる今回は、26日から28日に開催する世界最大のアニソンイベント、アニメロサマーライブ2022スパークル、アニサマ、について、アニサマ出演アーティストの2人を交えてトークを展開。 昨年に宮田川にの衣装でパフォーマンスを行った岡崎体育のステージや、ゲストがそれぞれ印象に残っているステージを映像と共に紹介したほか、今年の出演者ラインナップから見どころを紹介し、兄様愛のこもった熱いトークを繰り広げた。番組では兄様2022テーマソング、スパークル、のメガボルト、ミュージックビデオ、も紹介。 鈴木が講師役となり、宮田がその場でメガボルトのダンスを覚え3人で踊ってみる企画では、宮田が一瞬で振りを覚える様子に、さすがの振り覚えの速さ、見ただけでわかるの本当ジャニーズ、と絶賛のコメントが殺到。ある、一方、スパークル、のメガボルトにも参加していたはずが、 少しぎこちなさのあるダンスが苦手なカジラの踊る姿にユーザーから、カジラさんかわいい WW、w、とコメントがされ、宮田からは、スルイワー RW とのツッコミも。披露したダンスは、ニコニコ動画や番組公式ツイッターで公開された。宮田俊しが感動、泣きそうになるね。番組終盤は恒例となっている宮田のお酒を飲みながらの進行に。17日発売のキスマイフット2。 29枚目のシングル、ツーアス s ンを、初音ミクとコラボした歌ってみた動画を初公開。動画は、ファンから募集したイラストや写真を使い、音源はボカロ P の40メートル P が制作。出来上がった映像の素晴らしさに宮田は、お酒飲みながら見て聞いてると泣きそうになるね、と感動の様子。 ファンたちからも、宮田君はもちろんミクちゃんの素敵な歌声と合ってて最高だった、など感想のコメントが続々届いた。次回の配信は、9月14日宮田の誕生日当日にお届け。番組の感想や挑戦してほしいことなどの意見は番組公式ツイッターのリンクから随時募集中。